はい、こんにちは、カババです。ここはね、那須の大丸の駐車場です。今日は那須岳を登ります。那須にね、来た方は大体分かってると思うんですけど、まあ、ここ大丸から先にね、峠の茶屋っていう駐車場があるんですが、もう閉鎖されちゃいましたんでね、この大丸の駐車場から登っていく以外ありません。まあ、ちなみにチャウスがあっちですけど、あの上まで行きます。はい、めったにね、車道通らないんですけど、これ車道ね、凍結してない時はこっちの方が楽なんで、今日はちょっと車道を通っていきたいと思います。で、凍結路がね、現れたら、ショートカット、山道の方に切り替えたいと思います。山頂はね、まあ、ガスってはいるんだけど、そんなに風は強くないみたいだね。まあ、今日爆風の那須じゃなきゃいいと思ってます。大丸からね、駐車場からこう上がってくると、直通路がこう来ましたね。で、県道を横切って、はい、ここからね、ロープウェイの方に登れます。まあ、ここからもね、結構踏み跡があるんで、間違いなく行けると思いますし、これアイゼンの跡も何もないんで、まあ、多分滑り止めなしでロープウェイまでは行けると思います。だけどね、まあ、ちょっとウォーミングアップも兼ねてゆっくり歩きたいんで、今日は車道を通ってきます。やっとロープウェイ。いや、大丸からね、車で来りゃほんと5分もかかんないんだけど、はい、ロープウェイ山頂駅です。はい、ここでね、1390m あります。はい、さあ行きましょうか。お、滑り台階段、久しぶり。夏はね、こんな感じなんですよ。はい、じゃあ行ってみますか。はい、下界とはね、全く天気が変わって、軽く吹雪いてますね。はい、朝日岳がね、一応山頂晴れてるけど、ちょっとあそこはきついから、今日はあれ、この車ずっと止まってんじゃないの、もしかしたら。あら、まあ、あのトイレね、峠の茶屋駐車場ではおなじみの、まあ、那須のね、こっち側では唯一のトイレですけど、すごいのができちゃったね、これ立派だね。なんか那須に似合わないぐらい。そういえば去年何か工事してたのはこれだったんだ。いやー、すごいね。もちろんね、男女別ですけど、それぞれ広いですね。
いやー、吹雪いてきたな、だんだん。はい、じゃあ、いや久しぶりだね。入山しましょう。積雪の程度は、まあ目安はですね、この鳥居の下をくぐれればさほどじゃないということなんですけど、あのくぐれないときはね、この脇を回ってきます。では行きましょう。おお、あんたらもまだ埋まってないな。お邪魔します。はい、雪もね、まあそれはもちろん年によってね、まあ多い少ないあるんですけど、今年はね、この時期にすればまあまだある方かな。うん、これね、新雪だしね、凍結してないし、また春先みたいに雪が腐ってないんで、結構滑り止めなしでもいけちゃいますね。ビシビシ来てんね。大丈夫ですか。はい、中野町の跡まで来ました。あれがチャンスね。あれが剣ヶ峰、こちらが旭岳です。いや、いい天気はいい天気なんだけどね。夏にしちゃやっぱりね、今回もね、爆風がすごいです。今、夏持ってますけど、いやちょっとよくね、この先状況見ないと大変なことになっちゃうんで。あのね、さっきの樹林帯はもう軽く 40〜50cm は積もってたんですけど、あと長野チョイアウトはだ中野チョイアウトは風が強いんでね、雪が吹き飛ばされちゃうんですよ。まあ毎度そうですけどね、僕の口もね、回んなくなっちゃうんですよ。いや、まあそんなの分かってきてるんだけど、ちょっと風によるね、いろんな影響が怖いんで、ちょっとこれ以上強くなったら、今回はね、引き返します。あのね、なんでそんなね、顔が風言うんだって言うかもしれないですけど、2年前はね、こんな感じだったんです。はい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 、まあ、こうなってくるとね体が前に進まないってこともあるんだけど、ホワイトアウトしちゃうんだよね。まあよくルートは分かってる山でも、まあ、心理的にいろいろね焦っちゃったりすると、まあ行かなくていいようなとこ入っちゃうんで、よくね見極めて登っていきたいと思います。
椿。風が巻いてるね今日は。ミナナチャの向こうの雪煙もすごいし、ということでございまして、今日は終わりにしたいんですけど峰の茶屋避難小屋がそうですね 300-400m なんですけど、まあ、とにかく突風がすごい爆風なんでおります。はい、じゃあ無事下まで降りてきましょう。すげえ雲早え。無事吹雪にも負けないで無事帰ってこれました。はい、ただいま。なんか食べましょう。夏はね、よくここでベンチでお弁当食べてる方がいらっしゃいますけど、冬はこんな感じなんで。はい、じゃあ今日はね、ファミマ。前回もね、ファミマだったんですけど、今回鍋焼きです。はい。はい、うわぁ、具沢山。超うまそう。イエーイ。これのおにぎり。冷てぇ。お前が言う。はい、これがね、今
食事した特設テーブルですいいね、いいね。ね、お箸とかね、この辺ブスってこう刺しておけるしねコップとかもブスっと置けるしね。雪は最高です。はい、ということでございまして、下山しましょう。いやー、ロープウェイのね、下の駅のとこまで降りてきました。やっぱりね那須の爆風は健在ですよ。先週ね、古浅間山でね、今シーズンのね、雪山登山は口火を切ったわけなんですけど、で今日の那須でね、2回目ということなんですが、まあやっぱりね、レベルが違いますね、那須は。いやね、爆風でね、体が浮くかと思った。まあ、浮かないのはね、まあ、この俺の体重のせいでねはい、というわけでございましてね、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。かばばでした。